can have a feeling towards you can't stop cause I'm in love I'm totally into you。皆さんこんにちは、花です。今日ですね、ジャニーズ Q&A 動画第3弾ということで、インスタグラムを通じて皆様に送っていただいたジャニーズ関連の質問に対して、今回もお化粧しながら答えていきたいと思います。ちなみにこれ完成ルックなんですけども、これに至るまでに皆様の質問に答えながら楽しく動画を撮っておりました。ということで、ちょっとイントロ長めになってしまいましたが、早速行ってみましょう。はい、それでは早速メイクをしていきたいと思います。と同時に皆様からいただいた質問に答えていきたいと思います。まずはですね、すっごい一番多分たくさんあった質問じゃないのでしょうか。ストーンズの衣装の中で一番好きな衣装は何ですかっていう質問が本当にたくさん来ました。なんかすごい、これちょっとだけ見えてるからたくさん見させとこう。でね、そんなに私衣装をすごく気にすることがあんまりなくて、それよりもなんだろう、髪型とかビジュアルとかそっちの方結構見る人なので、あまりなんだろうな、ないんですよね。しかもパッと思い浮かんだ衣装が伝説になってるであろうストーンズがショークラを私服で出た回が2回あるんですよ。はい、2回かな、なんか数回あるんですね。それがすごい私の脳裏によぎって、もはや衣装じゃないぞみたいな感じだったんですが、まあなのでちょっとごめんなさい、余談でした。それを抜いて考えるとすると、難しいな。 FNS でジャポニカスタイルを歌った回あるの皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。あの時にストーンズが着てた黒の衣装あると思うんですが、多分ショークラでアメイジングやったりメドレーやったりしてるかな。それではい、あとジャニアイとかでも着ていると思う。あの衣装は結構好きですね。はい、私の記憶にある数少ない衣装の中では。そんじゃあ NEXT、これもねめちゃくちゃある。最近気になってるジュニアの子いますかっていう質問もねすっごいたくさんありました。まあなんだろう、まあ私クボレン君ずっと好きなんですよ。この2年ぐらいずっとクボレン君キャッキャッキャッキャ言ってるんですけど、まあ、クボレン君を除いて本当に最近リアルにちょっと注目してるなって思うのが猪狩君、 HiHiJets のはすごいなと思います。ショークラでやってたソロがあるじゃないですか、ちょっと治安悪めな、あれを見て、お、猪狩君好きだぞ、この雰囲気好きだぞと思って、治安悪い人大好きなので私だし、なんか発言とか先輩に対してのこう対応とか、そのしんちゃんがジュニアチャンネルで、ね、クリスマス会出た時もそうだったと思うんですけど、なんか一番こうすごいなって本当に思う。うわ、この子大きくなった時に大物になるぞってすごい思ったのが猪狩くんかな。なので結構猪狩くんは最近注目して見てますね。あとはもちろんのこと、くぼれんくんは永遠に可愛い、本当に可愛い、もうずっと可愛い。花さんの中で王道アイドルはズバリ誰ですか。これもね2、3件ぐらい来ていました、質問が。王道アイドルね、すごい悩むんですけど、私わりかしジャンプとかは王道だと思ってて、なので山田くんとか中島優斗くんとか、なんかあそこら辺は顔的にもキラキラ王道アイドルだし、あとはまあ演技もできて、お歌もできて、ダンスもできてっていう、なんだろう、オーラ的にもそのなんかスキル的にもすごい王道アイドルだなとは思っていて、あとキンプリの永瀬廉くんとか、あと道枝くんとか、そこら辺かなって思います。もう癖のないこうまっすぐな感じ。花さんがセトリを全部考えられるとしたら、最初の曲最後の曲はそれぞれ何にしますか。こういう質問もね結構あった。ストーンズのセトリを考えるならとか、スノーマンのセトリを考えるならとか、なんか私自身がジャニーズでセトリを考えるならっていうのがたくさんあったんですけど、私実はねよく、まあ最近はちょっとコロナの影響で旅行に行けてないんですけど、アメリカとかヨーロッパとかちょっと長期フライトがある時に、飛行機でまあ寝てもやっぱ起きるじゃないですか、十何時間フライトだから。で起きた時に何してるかっていうと、なんか私的コンサートのセトリ考えてるんですよ。だいたいテーマはサマパラなんですけど、はい、で何個かセトリがあるんですよね。だからじゃあそれでちょっと1個出そうか。なんか楽しいんだよ、私セトリとか。もともと音大でそういう勉強してたので、はい、そういうの考えるのすごい好きで、じゃあこれに行きましょうか。この時のオープニングは赤西仁君のサマーラビングから始まって、アンコールの最後の曲が、平成ジャンプの明日へのエールってなってます。
はい、そんな感じで結構ちゃんとねテーマも決めたりしてね、楽しく瀬戸りを決めてます。楽しいんだよこういうのね、超暇つぶしに。ジャニオタ最高と思うよね。だってただだよ、ただで瀬戸りが考えられて、ただで飛行機の時間潰せて最高じゃない。じゃあ次、少し前に角の沼に落ちたものです。やっぱり新規ってよく思われないですか。なんだろう、私は全く気にしないし、むしろ新規の方ありがとうって思う。新しくこうやってね、どこかで見つけてくれて、彼らを好きになってくれて、それで応援してくれて、ファンが増えるって私はこの上ない幸せだと思うのです。むしろ新規の方ありがとうって思います。新規の方が増えれば増えるほど彼らの認知度も上がるし、彼らの人気も上がるってわけなので、私は新規の方大好きなんですけど、でもなんだろう、やっぱりジャニオタの中には新規が好きじゃないっていう方もいらっしゃって、同担拒否の方もいらっしゃって、本当に DD がダメとか、なんかいろんな勝手な独自なルールを作っている方々ももちろんいらっしゃいます。それは否めません。ただなんだろう、それは少数派であって、私結構インスタライブとか言うんですけど、ジャニオタってあくまでも趣味なので、なんかそういう意見を気にせず楽しく自分の趣味として、応援してあげてくださいっていうことですよ。本当に気にするなです。はい、ただ私は思います。新規の方ありがとうございますっていうのは心の底から思います。スポンジでねトン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 やりながら話す話ではないんですが、でも新規の方がいてこその、新しく CD が出たり、大きい、より大きい箱でコンサートができるようになったり、よりいっぱいこう露出が増えたりっていうのがあるので、本当に思います。新規の方ありがとうございます。そしてフル株の皆さんもありがとうございます。とりあえずジャニオタみんなハッピーでやっていきましょうっていう話ですよ。はい、ジャニーズかっこジュニアも入れて誰とお酒を飲んでみたいですか。 ありがとうございます、お酒の質問。そう、お酒大好きなので、お酒ね、もうね、これはねすごいパッて思い浮かびました。誰かというと松岡くんです。私は、いや松兄でしょ。お酒飲めて兄貴肌でいっぱいきっと相談も聞いてくれて、美味しいお店も知っていて、いや松岡くんでしょ。ジャニオタになってよかったことは何ですか。常にじゃない。だからさ、さっきの話じゃないけど、こう飛行機乗っててすごく暇な時にパッと、あ、私瀬戸り作ろうとかさ思えたりするわけじゃん、ジャニオタだからっていうのもあるし、なんか暇な時とか家で作業してる時に寂しいから円盤つけながらとか、ショークラ見ながら仕事しようとかっていうのもあるし、それこそこうやって動画で最近はジャニーズのことを配信するようになったら、いろんな人からこうコメントもらえたり、いろんな人とこうって交流できるようになったし、ジャニーズを通じて出会えた友達だってたくさんいるし、ね、コンサート行っても楽しいしっていうので、もう常に常に楽しい。コンサートがあるから頑張れたりするわけだし、楽しみも増えるわけだし、そう、なんかむしろ悪かったことがないと思う。まあ趣味ってそんなもんじゃないって思う。だから趣味なんだしって思います。すごく常に思ってます。常にジャニオタで良かったなって思ってます。次、花さんのドリームチームでもしデビューするなら、どんな衣装でどんなデビュー曲にしますか。あらま、ドリームチームとは私のジャニーズ Q&A 動画第1弾で作った、私が選ぶベストメンバーっていう、私好みの花のための花のグループみたいなのを作ったんですけど、その話ですね。はい、気になる方はリンク貼っとくのでご覧になってみてください。いやもうそのメンバーだったらもうバッチバチの曲やってほしいじゃん。もうなんだろう、テレフォンとリアルフェイスを足して2で割ったような、はい、もうバッチバチの曲を、もうラップあってもうなんだ、もうエチエチでよくわからない治安の悪い曲をとりあえずやってほしい。で、衣装はもうなんかシンプルにスーツとかがいい。こうちょっと光沢のあるスーツ、ネクタイしてる人もいればしてない人もいてみたいな、まあ、ちょっと衣装っぽいスーツがいいんですけど、はい、なんかそういうのでやってくれたらすごいかっこいいんじゃないかなと思います。あ、でなんかね、ドリームチームつながりで言うと、その私が作ったドリームチームでメンカラをつけるならっていう質問もあったので、それもね、事前に考えておきました。ここにメモがありますので、それをやっていきたいと思います。まずはですね、我が時短の森本慎太郎くん。ごめんなさい、緑固定でお願いします。彼は永遠の緑です。なぜかというと、私の独断と偏見。もう緑がいいから。そう、森は緑なの。だから緑、しんちゃんはずーっと緑、あら平和。そして次はしんちゃんの新芽であるジュリくんですね。ジュリくんがね、一番悩んだんですよ、実は。で、一番最後に決めたんですけど、ジュリくんは黄色にします。なんでかというと、ギラついてほしいから。なんか黄色っていうより金色みたいなイメージ、もうギラギラしててほしいので、ジュリくんは黄色、かっこ金色にします。そしてひーくん、ひーくんはね、青なんですよ。
なんでかというと、ここでふうまくんが入るんですけど、ふうまくんが赤なので、そこでなんかこうちょっと、なんだろう、赤尾ってやっぱりこうグループの中心格というか、まとめるっていう人たちが私の中でのイメージは赤尾っていうのがあるので、まあふうまくんとひーくんでグループをまとめてほしいなっていう意味で、ふうまくんが赤、ひーくんが青っていう感じにしてます。そして、目黒蓮くん、本当は黒にしたかったんですけど、ちょっと違うなと思って、このグループの中で黒をあんまりつけたくないと思ったので、めめちゃんが紫です。まあまあ、妖艶妖艶。はい。ということで、めめちゃんが紫です。そして、渡辺の翔太くんですね。渡辺の翔太くんがピンクですね。彼は、このグループの中で姫的存在なので、はい。で、まあ、センターでもあるし、メインボーカルでもあるので、渡辺の翔太くんはピンクでちょっと可愛くいてほしいなと思って、ピンクにしました。そして最後、このグループのダークホースでもある、私の激推し、谷村隆一くんですね。谷村は一番最初にメンカラーが実は決まったんです。しんちゃんよりも早く決まったんです。何かというと、タニムはオレンジです。そう、グループのもう元気印であってほしい。ただ一つ、それだけなんです。なので、タニムはオレンジということで決まりました。慎太郎くんのフープーピアスについてどう思いますか？大好き。以上、次。ジャニーズの各グループの好きな曲は何ですか？これね、バーって答えますよ。頑張ります。もうね、先にメモしてあるから今日は抜けがないと思う。いきます。スマップ、オレンジ、トキオ、リリック、キンキン、もう君以外愛せない。V6、Feel Your Breeze、嵐、素晴らしき世界、もしくは台風ジェネレーション。ごめん、2つあげた。関ジャニ∞も2つあります。大阪ロマネスク、もしくはのろし。のろしはめちゃくちゃカラオケで歌う。超あれ楽しい歌うと。次は、ニュース、You Are Not Alone、もしくは秋の空。いや、エンドレスサマーも好きだな。まあ、秋の空にしといて。そして、カトゥーン。悩むんだよね。2曲あげていい？これもう2曲多すぎじゃない？ネバーあげか、Your Side。Your Side 超好き。めちゃくちゃ好き。平成ジャンプ、Ride With Me。これね。これね。ちょっと違うかもしれない。はい、次。キスマイフット2、フラミンゴ、ABCD、バニラ。セクシーゾーン、名脇役。ジャニーズ WEST、パーティーマニアック。いや、もちろんでしょ。パリマニ。ハリマニ大好き、本当に。で、キンプリは恋煩い。もう、これね、片思いの時めっちゃ聞いた。だって恋煩ってたもん、私。そして、スノーマンストーンズなんですけど、どうしようと思って、その、収録曲以外からも出していいのか、収録曲しか出しちゃいけないのかっていうのもあって。でも、スノーマンストーンズについてあれなんですよね。質問コーナー第1弾と第2弾で、やっているので、はい、収録曲じゃない曲を。なので、じゃあ、円盤になってる曲から出しますっていうこと、3曲3曲からなんですけど、ストーンズはニューワールド、スノーマンはディディですね、そしたら。花さんから見た関西ジュニアってどんな感じですか？感情にドハマりしてしまいました。私ね、関西ジュニアが本当に管轄外でして、全くわからない人間だったんですけど、まあ、こうやって動画を出させていただくようになって、インスタライブとかでみんなとジャニーズの話とかをするようになって、まあ、関ジュタンの方々とかに関ジュをすごい布教されることが多くなったんですね。で、私のその仲いい友達もまあ関ジュでは関ジュで好きな子がいて、まあ、ストタンの子なんですけど、で、いろいろ関ジュを教えられるようになって、最近ちょっとずつ覚えてきたんですよ。でもそのちょっとずつ覚えてきた感じで言うと、感じは多分沼だなと思います。彼らは沼ですね。やっぱ面白いのにかっこいいし、ギャップがあるし、いや沼ですねと思いました。ちょっと今後注目していきたい所存でございますね。なんでこれが出てきた。ジャニーズが出演してた深夜枠のドラマで一番好きな作品を教えてください。ふうまくんがやってたドラマあるじゃん。一人でやってたやつ。あ、セクシーゾーンのメンバーが声だけ出演でゲストで出てたやつ。あれめちゃくちゃ好きでした。ライブなので時短が自分と反対方向にいても時短を追いますか？それとも近いメンバーを見ますか？はい、遠くの、じゃあ、近くにいる多端より遠くの時短派です。これに関しては間違いなく。まぁ、ちょっと美容系に見立てて、ちょっと美容も混じったお話をしますが、ライブに行く前日は当日は何か特別なことをしますか？スキンケアとなるんですが、そんなにないですね。当日の朝のスキンケアいつもよりちょっとクリーム多めにするかなとか、パックいつもより若干保湿力が高いものを使うかなって。
ていうぐらいで、ではなんか特別に何かをプラスするとか何かをこうするっていうのはないです。でクリームを足す理由としてはまあやっぱ長丁場になるので、やっぱ乾燥っていうのが気になるから、一日中ね乾燥しないように、あんまこうお化粧直しの道具をいっぱい持っていきたくないので、それ用にこうクリームをちょっといつもよりたくさん塗るとかです。特にねライブ前日は何も そんなにしないです。当日も前日もなんか通常の私、まあメイクはちょっとパチパチに決めていくんですけど通常ですね。それよりもなんかデートの前とかの方がいっぱい気にする。もうデートの前なんて大忙しよね。女の子分かると思うけど、ボディケアも入念にするし、もうフェイスなんてスクラブして、なんかいろいろやってスチーム当ててパックしてネイルパックもしてとりあえず塗りたくるみたいなのをやるいますが、それをコンサート前ではやらないです。コンサートはあくまでも自己満です。はい、以上。もし現場とかでお会いしたら一緒に写真撮っていただけますか？もちろんです、ぜひ。もし仮に推しが活動休止した場合、花さんはどうしますか？ファン推しなのですごく気になります。私推し活動休止したことあります。赤西くんやってます。しかもいなくもなりました彼は。でも別に活動休止したからと言って嫌いにはならなかった。ただただ待ってた。まあ他のグループのライブ行ったり、まあ当時はね U&J っていうとっても便利なファンクラブがあったんですよ。知らない方はぜひググってください。あのなので U&J を利用してニュースのライブ行ったり関ジャニのライブ行ったりとかしてました。だから別になんともない。ジン君を辞めるわけでもない。あのしんちゃんが活動休止しようがオタクにできることって待っててあげることなのでだけなので、まあね待てない方は辞めればいい、降りればいい。だってそこにルールはないんだから。だって何回も言うけど趣味だからジャニオタって。だからいいんじゃないですか。まあ私は待ちますけどね、しんちゃんは。っていう結論でした。しんちゃん同担拒否だったことありますか？ないですね。全く私の中に同担拒否という概念がまずないです。まあ、なんかの質問でも言ったけど、いいんですよ。同担拒否してようが、誰かが。ね、してようが私ら関係ないんです。その人がそれで幸せだったらいいんです。何回も言いますが、オタクは趣味なので。はい。その人が同担拒否しようが、新規が嫌だろうが、掛け持ちしてる人が嫌だろうが、同担拒否してる人が一拒否だろうが、何でもいいんですよ。でも、なんか私はしない。なぜならば、まず、時短の懐を潤してくれてるのは、同担なんです。自分も含め。いいですか？同担の皆様が、しんちゃんのグッズを買い、しんちゃんのお財布を潤してくれるから、しんちゃんがグッチの、帽子をかぶれたり、バレンシアガのなんかを着たりとかできるわけなんですよね。まあ、それ以外のこともあるけど、もちろん。でも、やっぱり、同担が増えることによって、まず時短のお財布が潤う。そして同担が増えれば増えるほどやっぱ時短の知名度が上がるわけですよ。それによってテレビに出れたりとかなんかいろいろするわけじゃないですか。そしたらもう同担さんありがとうなんです。同担は私は神だと思ってますね。あとはそれこそ私の場合それこそリアコとかでもなんでもないので、普通になんか普通のただのファンなので、だからないし同担拒否という概念は私の中にございません。はい、ということでこれで質問を今回は終わりたいと思います。いかがでしたでしょうか。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。そしてたくさんの質問を本当にありがとうございました。またこういった企画やりたいと思うので、その際皆さんたくさん、いつもインスタでね募集してるので、インスタ通していろいろ質問していただければと思います。それではまた次回の更新で会いましょう。バイバーイ。